声、声が聞こえたのこれ。ナイス、ナイス。これ外から見たらやべえやつやろ、今からマジで警察に止められるに、こんなの熱ー、これこれ全然熱くないの。よっしゃ、皆さん、お待ちかねのミッチですよ。はい、まあ本日はですね、本数がないと、なんか撮りたいなって。で、まあ伊藤がね、事務所におるときに社長驚かしてみませんかって。あの人驚くの？社長って、なんかカメラの前でめっちゃ偉そうじゃないですか。普段も偉そうですけど、僕らの前でも。まあ、そんな大したないけどね、変わりは。そんな大した変わりないよ。大した変わりはないんですけど、アンチコメントにもそうじゃないですか。うわーわーっつってるじゃないですか。うん、で社長とだって、その、二人きりはあるけど、社長が一人の時って見たことないですよね。確かにないよね、一人でない。ですよね。前なんかその YouTube で、なんかタピオカとか飲んだ時は見たんですけど、うん、ああいう時に多分絡まれたら俺めちゃくちゃ多分謝ると思う。アンチコメントとかね、カメラが映っとるからね、わざと言ってるの。僕らがあるからね、僕らがおらんかったら多分何も用意えんだって。いつもお得意のお金があるって、何でもお金で解決すると思う。絡まれましたって言ったら、そうだよそうだよってお金積んでって、なんなら多分 ATM を出していくからね。ATM に出して、 ATM 出して持ってくるで、まぁ、今回社長の家って風呂場とトイレって入るときに電気つけたら外から分かるんですよ。で、社長が風呂入っとるときにその面をかぶってね、社長をちょっとびっくりさせようかなと思って。下手したら殴られる可能性もあるっすよね。3体いっちゃったら怖くないでしょ。3体いっちゃったら怖くない。従業員はもう捨てなあかんよ。従業員としてはやってけんくなる多分。それかほんと気絶するぐらいまでね、やるかも。そう、気絶するぐらいまでやって、もう誰か分からんぐらいまで記憶ぶっ壊すか。そうそう、社長大丈夫っすかって、ね、毎日毎日言ってる社長。自作自演みたいな感じじゃない。まあんで、まあ社長もね、もう帰ったんで、まあ社長の家着きますんで、まあぜひ社長ちょっとびっくりさせて、あわよくばね、ワンチャンね、ワンチャンちょっとお金もらえたらなと思います。一人の時の社長は多分ね、マジで多分ビビりだと思う。でも人間、誰でも一人だとビビりのやつ多いよね、やっぱり。いや、全然ビビりじゃないですよ。この格好でね、張り込みしますんで、張り込みまで、うわっ、熱っ。来ましたよ、カメラ見えるかな、あっち一番右側の裏場が電気ついたら接近してもらう。まあ、それまでちょっと張り込もうかな。もう室長の中におるんだよ。室長の中にもおるクラウドがおらん。鍵開いとるから。お前のいつもの得意技の鍵ないの。はい、いつも得意技で鍵を持ってくれ。先に言わんといてよ。お前が立って、お前が立って今言ったよ。鍵ないから。そうじゃん、お前鍵ねえじゃん、どうすんのみたいな感じで使われた時に、そっちに使われたんだ。じゃじゃん、そっちに使われた。お願いします。わからんかったよな、こんなに今な。何を求めてるかなんて。まあ、どうしよう、鍵しなったらどうしよう。やばくないですか、そしたら。やべえよな。どうするんですか。送り入りですよ。え、送り入りですよ。送り入りでもやばい。怒られるの、お前なんて。やばいよな。ディーリン、デイリン、誰か反応しよう。驚かんやな。何回目なの。2回目、2回目。なんと今日はですね、鍵を借りてきました。なんと今日鍵ありますんでね、まあ、もう閉まっとっても全然大丈夫。風呂入るんですか。風呂入らん、あの人。じゃあ終わりじゃないですか。風呂入らん。それもいつもなんかあのウエットティッシュで拭いてるらしい。まあ社長風呂入るでしょ、さすがに。入らんかったらやばいでしょ。どういうこと。入らんかったらお帰りだし。とりあえずも関係なしに突入しよう。まあじゃあそろそろ行ってみたいと思います、社長の家にね、はい、どういうこと。行ってみたいです。もうネタバレしたいと思います。長い、もうずっと待ってるもんなって。ちょ、一回切ろうぜ、もうだね、もう長いなるってこんなもん。いやいや、とりあえず回す、回す、ずっと回すの、こんな。風呂入らんのじゃない、あの人で。トイレすら行ってないからね。ダメだ、もうやめる、この企画やめようぜ。ああ新しい表現する？そうだ、もう帰って、準備来てしまう。めちゃめちゃやん。ね、まあ、金木犀の方がいいかもしれん。逆にね。土星。土星がいいがよ、お前なんか。あ、着いたよ。今着いたよ。俺ずっと喋っとったんだよ。もしかしたらもう上がる時とかじゃない？違うの？勝ち合わせたら出る面白いけど、それが。あ、待って。ああ、これだ。これだ。なんで歩いとった。止まる。
そんなこれはやりすぎだろお前。俺死んだと思ったわ。ちょっと見て見て。何やっとんのお前ら。お前ら誰が社長なの。誰が給料もらってんの。誰か上がってます。ビビるのかなっていう。まあこいつはじゃあ風呂狙っとったの。風呂狙ってました。風呂じゃないと分かんないですもんね。あ、たまたま風呂入ってたのじゃなくて。じゃないです。ずっと張ってました。ずっと張ってました。何だよ、何だよ、何だよ、1時間ぐらい。あはは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 はさせんな。マジ？はい。え？1時間ぐらい待ってましたよ。そうでしょ。いやマジ企画が終わるかと思った。もうまさかのこいつ風呂入らんのじゃん。酒も飲みなっていねえから風呂も入らんのじゃん。寝るんじゃねえかって。まさかの消灯みたいな。企画倒れするとこあったな。それ。たまたまパッて電気がついたら、シャイコかーって。で、行ったらあのざまでした。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 あのざまはひどいやん。はい、ということでですね、まあはい、僕らも、まあ、これからもね、まあ、こうやって社長のフルチンとかも出してったりしますんで、うん、まあ、ぜひチャンネル登録ね、あと、飲みライブも不定期でやってますので、ね、僕ら、うん、ぜひチャンネル登録して、もうやってますね。通帳にしてもらえると、まあ飲みライブやった時にバーンって上がってくるんで。そうそうそう、でアーカイブもしてないもんで、はい、あのもうその時しか見れんから、まあ、1日ぐらいは上げとんかな。1日、次の朝までは上げてます。上げとるけどね。はい、まあ、そんな感じです。ズームも反対やぜひぜひ、あの、ほんとコメントも閉めろってよ、お前コメントくださいよ。いや、僕に対するコメントだけ、はい、閉めろってて、で、あの、インスタの DM ぜひください。マジで閉めるんだよ。いやいやいや、力的コンテンツだな。はい、また見てね。はい、席を始めようか。ちょっと事務所行こうか。はい、はい、ビーティング。一体ランニングマシンの汗が出ますよ。